Built by Legends is a brand that we set up about 2 years ago to restore and modify, of course, iconic cars. Built by Legends はですね、もう本当その名の通り、レジェンドによって、作られた車を、企画、製作、販売、そういったことをするプロジェクト。簡単に言うと日本版レストモッドだと考えています、ビルトバイレジェンズを立ち上げた時にもともとそのスプーンさんとマインズさんと組んで、それぞれ1台ずつまずは作ろうということで、スプーンさんとは EG6 のシビックで、マインズさんとは R32 の GTR という形でスタートして、 The project really started from a simple conversationas you know, between Katsu and the other guys about what kind of cars we'd like to drive now if we had the opportunity to. And you know, we thought about many cars, American cars, European cars, Japanese cars. And the two cars that we ended up starting to build were the iconic cars that we bothWe all agreed on. まず、クジ、うちのビルトバイレジェンズの代表のクジとは動画制作の会社、もともとジグザグアジアっていう会社だったんですけど、ゆくゆく、GT チャンネルに、変わるんですけど、その会社の立ち上げメンバーで、そもそもで、そこからずっと一緒ですね。なので、彼とはもう20年以上一緒に仕事してます。で、今村氏はベストモータリングを通じて、知り合った、スプーンという会社の、番頭さんで、彼とももう付き合い本当長くて20年ぐらいの付き合いになるんじゃないですかね。一緒にやろうというか、高橋さんなり久慈さんなり、後に紹介してもらったデザイナーさんの笠井さんだったり、その4人なんですけど、すごい早いんですよ。情報にしても流行にしても絶えず一歩二歩先を見てるんで、いつもこう刺激を受ける人たちだから、いつかこういう感じで仕事できればいいなとは思ってました。たまたまだから、ギリギリスプーンに在籍してる時の最後の方にこの「ビルト・バイ・レジェンズ」っていう企画を聞いて、で電気走ったというか、もうこれしかないかなっていうふうに私は思って、でぜひやりたいと。笠井さんとはですね、モーターヘッドっていう、日本の雑誌があったんですけれども、そこの雑誌の紙面と連動する形で動画制作を我々やってまして、でその現場でお会いしたのが初めてでした。で、笠井さんは本当にそのモーターヘッドのアートディレクションで入ってこられたんですけど、もう出会った当初からセンスがいい人だなとずっと思ってて、でいつか一緒に仕事したいなって本当に思ってたんですけど、それが実現したと。いう感じですね。で僕らが車に乗り始めてた時に憧れてた人たちに、マインズの新川さんだったり、スプーンの石破さんだったり、あと雨宮だったり、そういうレジェンドがいっぱいいた時に、僕らもちょうど首都高とか湾岸に行ってた人たちと車が作れんのみたいな、僕なんかとしてはもう夢のような話じゃないですか。モディファイっていう意味でいくと、今までだとモディファイっていうと、そのエンジンだったり、その機構だったり、その足回りだなんだっていうところのモディファイだったんですけど、僕はそのデザイン的なところでいうと、そのファッションとかそういうカルチャーにミックスさせるっていう意味でのプロジェクトだと思ってるんですね。カルチャーですかね、やっぱりデザインっていうかカルチャープロジェクトっていうか、今までなかったところを僕らが思ってる、僕らが感じてる GTR から感じたものを、僕らなりの答えをその出すというか、これだったらこの僕らが思ってるそのファッションとかそういうところに精通するんじゃないかなっていう。
スプーンさんとマインズさんと組むっていうのは、最初から大前提としてあったんですよ、ね、だそのビルトバイレジェンズといった時のそのレジェンドってじゃあ誰なのっていうところでもう最初からそれはスプーンさんとマインズさんにまあ協力していただこうというのはもう最初からあって、で、まあ、その理由としてなんですけど、まあ、やっぱり長年まあ彼らとベストモデルの現場ですとかまた別の仕事をいただいたりとかプロモーションビデオの制作とかねそういうお仕事をいただいたりっていう関係をずっと続けさせていただいてた中で当然その見えてくるものってあるじゃないですか。で、まあ、元々スプーンさんとかマインズさんっていうのはちょっと他の日本のチューナーさんとはちょっとスタイルが違うというかかなり洗練されてて本当にかっこよかったんですよね。で、まあ、元々かっこいいなっていう、まあ、そういうリスペクトがあったもんですから最初から何かできないかなっていうところで、まあ、お話しさせていただいたと。うち の, そのマインズブランドとしてその、まあ、全て の, その車をチューニングしてこうやってまあコンプリートカーみたいに仕上げていくっていうことはまあ、基本的にその GTR の素材を崩さずになおさら美しく曲がる止まる走るをやっぱり積み上げていくっていうところなんですよ。ということはだからショックアブソーバーの作りであるとかカーボンパーツであるとかチタン系のパーツであるとか結果それで結構いいパーツを使ってるんで車も軽く仕上がってこううまく引き出せるというような形での作り方じゃないかと思いますね。 GTR というのはこういうチューニングはしてもいいんですけどもこういうチューニングはしちゃいけないみたいななんか言い方は変ですけどなんかこう法律みたいなところがあるんじゃないかなとそういう意味では代表的な1代目のその32 GTR になっていい仕上がりだと思います。 Let me show you the actual car.Now, our concept was try to keep the car simple and clean. So we didn't do too many modifications to the outside of the car. But on the outside, first of all, the paint, the color, the white color that we chose. This is a custom white color. We call it the Shiranami Pearl White Metallic. It has a touch of blue. So if you compare it to a stock GTR,it does look a little bit bluish. Starting at the front, we have the carbon bumper and the lip, which is a one piece. We intentionally left the lip part not painted, exposing the carbon texture. And also, the hood is also made of carbon. We added a air duct on top, which is a custom-made feature. So now on the side of the car,We added this Mind stripe. The Mind's demo cars have the same kind of stripes on all of their cars. But with our car, we added the stripe by adding 1% black to the white body color. The stripe is really subtle. You can only see it under a certain light. So a lot of people really doesn't notice. But that is what we wanted with the car. We wanted to give it a subtle look. We didn't want the car to scream that it's a Mind's car.But we wanted to make sure that it did have the signs. So now, looking underneath the hood, the engine bay is in pristine condition. The power plant is a Mines 2.8 liter engine, which outputs about 500 horsepower. Some of the parts have been renewed, like the injectors, the fuel rail, and the airflow meter, which came from the R35.The power plant itself is controlled by a Mines ECU, which obviously Mines is famous for. 我々は、当時 の, その RB のエンジン、これにこだわってて、で、まあ、それの理由の一つは当然 Mines さんが、まあ、30年経った今でも開発を続けてて、まあ、RB 用の新しいパーツを作ったりとか、いまだに新しいパーツを発売すると、そういったエンジンってなかなかないと思うんですけど、RB エンジンの作り方というのは、まあマインズとしてはいかにこうなんて低速からピックアップよく
吹き上がって、音もやっぱりこの RB26 のエンジンの音っていうのはやっぱりものすごくこう乾いたこういい音がするんですよ。だからその辺やっぱりマフラーの作りなんかも含めて結構こう注意して作り上げて、やっぱり RB のこの直六っていうものの良さを最大限生かしていけるチューニングができたんじゃないかなと思います。まあ RB によく素晴らしいと思います。BBL の車というのは、まあ、自体の楽しさも知ってほしいのと、あとは乗りやすさを重視に作ってあるんで、あれはクランクシャフトを変えてストロークを伸ばしてあるんですね。でストロークが4ミリ伸びてて、これはまあ通称その 2.6 のままですけども、あれは 2.8 リッターという仕様にはなってるんですよ。だからよりもう下のトルクもあるし、もう乗りやすい。でなおかつそのうちはそのピークパワーを求めてないんで、レブリミットをですねそんなに上げてないんです。でそれまでの間ものすごく運転しやすいように作ってあるんです。BBL 号はですね、一から全部作ったっていうのはなかなかできないんですよ。あそこまでこだわって一から作ったっていうのは私も本当にもう何台かしかないです。まあ、その1台なんで、まあ、しっかりやらせてもらったのと楽しかったです、とても。Going back to the rear, this rear spoiler is also made of carbon. When we colored the rear spoiler, we wanted this gradient look, so we left the under part and the pillars exposing the carbon, but only coloring the top part white. So when we developed the exhaust system with mines, because we wanted to give the car a subtle look,We decided to black out the rear muffler, the Tyco and the rear tip. Now, looking at the interior, the first feature that I want to introduce is our custom seats. The seats itself is based off a stock R32 seat, of course, but the fabric that we used, custom made and designed fabric,The design was done by Yoshi, and if you look closely, the design, the motif that we took for the seat design is Mount Fuji. 日本のアイコン、例えば海外の方が見ても、例えば首都高とか、そういう湾岸とか、そういう、まあ、アイコン的なものを選んでたんですけども、結局その僕らが作って、行く上で協力してくださるそのレジェンドの人たちってやっぱりレジェンドなので、そのレジェンド感を一番出せるものは何かって時に皆さん話をしていて、富士山だなっていうところに行き着いて、その富士山をどういうふうにアイコンにしていくか、そのパターンにしていくかっていうのをグラフィックで表現していって、それを織物としてうまく落とせる色数だったり、そのパターンっていうのを、最初はもっと複雑な富士山だったんですけども、それを生地に落とし込むときにどういうふうにしたらいいかって、で生地メーカーさんのところに一回出向いて、どういうふうに生地が作られていて、どういうふうに糸をこう使って縫っていくっていうのを見て、そこからさらにもう一回デザインをし直して、その生地に落とせるようにしたというところですかね。生地にもすごいこだわってて、まあ、和歌山にあります、タイナカパイルさんという、まあ、パイル生地の大手、まあ、そこのタイナカさんにですね話を持ってって、まあ、面白そうだねっていう形で、まあ、共感していただいて、ご協力いただけることになって、我々オリジナルの生地っていうのが出来上がったと。タイナカパイル is a very interesting company. They actually made the seat fabrics.For the first generation Toyota Celsior. They also made seats for the famous bullet train, the Shinkansen. The light switch, the wiper switch, and also the interior door handles, we gave it a metallic look by painting it with chrome paint.Same as the exterior of the car, we try to keep the interior as simple looking as possible, almost stock. The steering wheel on this car is an original product from Mines. This car is probably one of the first cars to receive it.
Each car that we build, instead of a serial number, we decided to give it a name of a mountain. And this particular car that we built as our first vehicle, we gave it the name Kengamine. As a final touch, we also made custom keys for this car. We took the Mount Fuji as, which is the theme of our Built by Legends brand. Mount Fuji actually rests on the top of these keys. One of the reasons that we started Built by Legends is that we wanted to really restore and share the true value of the GTR or the Civic. We wanted to share that experience, really. I know that there are a lot of cars, especially the GTR, that's been exported outside of Japan. And many of the cars are not, have not been kept in shape, really. So we wanted to let people know outside of Japan the true performance of the GTR and also the EG6 Civic tuned the right way.